なぜか目が離せない駅員の怪しい絵画たち、生首や血しぶきが飛んでいるセンセーショナルな作品が提灯の明かりに照らされぼーっと浮かび上がってきます。恐ろしいほど美しい駅員展。駅員は幕末の土佐で活躍した天才絵師で、歌舞伎や浄瑠璃のお話を屏風に描く芝居絵屏風に代表されます。駅員の絵はおどろおどろしいだけではありません。平家の亡霊たちが義経に襲いかかるシーンを描いたこの作品では、全く話に関係のない人がゲロを吐いていたり、クスッと笑えるような要素も描く駅員は、見る人を喜ばせたいエンターテイナーでもあったのです。今大阪のあべのハルカス美術館では、実際に高知の神社の夏祭りで登場する絵馬台を忠実に美術館に再現しているのです。駅員展はあべのハルカス美術館で6月18日まで、夏の夜に迷い込んだ気持ちになれますよ。